はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。ターポンです。ターポンの実況するディスオーナード2第9回目続きの方をね、プレイしていきたいなと思います。はい、前回振り返ってきますとね、クロックワークマンションのこの、キリン人土市の屋敷に来たんですけども、どうやらですね、気候兵なる、機械で動く人形なんですけども、それがね、立ち塞がってるということで、前回ね、何回か戦闘があったんですけども、なんとかそこをね、突破してキリン人土市を無力化する方法を考えなくちゃいけないんですけども、かなりこの中人数が、多いのでかなり厳しいかなという思います。あと気候兵のね、察知の範囲がかなり広いので、ちょっと今回はね、中央突破もしくはしていく感じでやっていこうかなと。近づいたところでね、無力化できるかって言われたらその自信がないので、背中が弱点っていうのは分かってるので、そのあたりはね、うまくやっていければいいかなというところですかね。はい、やってまいりました。そうなんですよね、この前の戦闘でかなりピストルの弾を使ってしまったので、ちょっとなるべくちょっと回復して、ここは閉じよう。評価室、怖いですね。おお、早速2人いた。騒ぎが起これば勝手に起きるはずよ。見えないけど聞こえるわ。我々の話を聞いているなんて気味が悪い。内容は理解できる。いいえ、オーディオグラフ以上の機能はない。よし、機械は稼働できるようになった。何？おう、おう、イエス。ちょっと待て。痛いよ、痛いよ、大変痛いよ。痛い。痛い。よしよしよし、背中が弱点だから。怖い。動きはね、監視されてるみたいなので、ルーンはね、ちょっと回収していきたいので、そっち側にあるんだね。ボンチャム、おっちょい。慎重に行こう。あいつは無力化しないとだな。近づくな！伝言を持ってきたぞ！危ない。怖いね。目的地、評価室、アントン・ソコロフが評価室にいるようなので、怖いね。おー、何ですかあれは。一人いるな。あれを突破しないといけないわけだ。怖いね。こっち側から行こうかね。ルーンがあるが、おい、行き止まりか。
行き止まりだね。やっぱ向こうから行かないといけないというわけだ。あれはなんだ、まあ、トラップなのは確かだな。ちょっとファーリーチにして遠くまで飛ぶ。余裕ぶっこいてんなこいつな。あれを突破しなくちゃいけないんだけど、どうやって行こうかね。ちょっとファーリーチでもう一回飛ぶ。あいつの真後ろまで飛びたいんだけどな。なるほど。リワイアツール使うとここがあれなんだね。よし。どうやら怪我をしたようだな。今ここに防湿護衛官はいないよ。たく調子づきやがって。評価室は上、支出は下。評価室だな。ルーンは、まあ、どうやらこの。それを考えると君の。には大きな意味があるということがわかる。非常に興味深い。君はゼリラから逃れてカルナカに辿り着いた。悪名高き父親の力。まずい。出口に二人いる。左右両方だ。いる。気づかれないように。どうしよう。とりあえず使って、腹を抜かれたくないなら口を開くべきじゃなかった。私の気候兵だけで満足で、君は私の衛兵も殺した。まあ彼らは簡単に補充はできるが。気持ち悪い。怖いな。光の壁みたいなのがある。シャドーボクシング中すまないな。よいしょ。すまないね。ちょっとアイテムが心もとないので、アイテムをで、なんか近くにね、ボーンチャームが上にあるらしいんですね。ちょっと向こう調べたいですね。なんかある？おーイエス。何か食べ物とかでもいい。だが気候兵の制作者として私はこれ上行けるんじゃない？よくそ落ちた。怖いね。設定レバー、まあこのレバーが
きいだとは思うんだけど、上に上がりたいな。よし、上に上がれたぞ。で、ボーンチャーム、この上にはまた行けないみたいだな。そうなんだよね。何かがガラスが邪魔してんのか。あの設定いれば引いてみるか。これ上に上がるの。少なくとも前に進んではいる。でも人道士はどこにいるんだ。怖い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 。私たちがどれだけ待ってたか知ってる？何か見たのか？あっと、注意するんだな。これは気候兵の限界に調べるためのものだから、非常に危険だ。あれは誰？いや、やべ。この近くのどこか。光の壁だな。あー、どうにかして破壊する術がないものか。まあ、ソコロフも救出しないといけないからね。ピストルの弾、弾は嬉しいね。チャームがこの上なんだよね。あ、でも1個ここにあるな。危ねえ、見逃してたわ。よし、窓からはいけないみたいだね。で、ルーンがもう一個上。この光のあれをなんとかしないといけないんだけど、それがどこにあるのかわかんないのと、ここはなんだ。なんか民間人も出回ってるけど、少し前まではかなり近くにいたんだが、どうやら道を迷ってしまったようだ。よし、エリクサーゲット。なんだと？またレバーだ。引いてみるか。ソコルフの精神調整。なんて残忍なの。なんてことだよ。人道士の電気ショックが使えれば、他にも選択肢はある。それが慈悲と呼べるかはわからないけど。環境変化に対する順応性を実証します。評価室を再構築、準備完了。何これ、再構築。ちょっと待て、レイアウト。ちょ待て。電気ショック、電気ショック。はっ、ちょっと待て。再生映像によれば犯罪者あぶね。グエ、やられた。
やられたわ。まあ、まさかですわ。まさかですわ。困りましたね。わけのわからず進んできたけど。気候兵なんとか、これ気づかれずに排除できる方法ないのかな。こいつは厄介すぎだぜ。どっからだろう。多分この中入った続きからだと思うんだけど、ちょっとリスボン？じゃあフェリックス使って、来いよ。よしよしよし。なんてことだ。なんてことだ。研究室あそこか。なんだこれ、迷路みたいな感じになってるけど、怖いな。こっちはいけない。慎重に行こう。いや、これは閉じ込められたか。いやー、いっぱいあるよ。リヴァイアツール、グレネード、サンキュー。しかし、どうやって脱出するんだ？あ？ほう。頭使うね。ボタンを押すとレイアウトが変わる。ってことは次これ？これは謎解きだぞ。ちょっと一回一通り調べた方が。ああ、ここにもあるわ。そこを押すと。これでもさ、空いてる途中にさ、ファーリーチで潜り込めないかな。あー、ちょっとタイミング的に厳しい？いけた。よし。大丈夫か、ソコロフ。大丈夫か。まさか。エミリー・カルドウィン？アントン、力を蓄えておくんだ。あなたを助けに来た。人道士はお前が考えてる以上の野心家で、気候兵の軍隊を作ろうとしている。そうなったら終わりだ。ああ、私も人道士のところに行くところだわ。
絶。どうすればいいんだい？ちょっと待て、入ってはいいが出れなくないか。そうだよね、これ積んだね。積んだ。なるほど、ソコロフを助けたのか。次はどうする？安全策を取るなら人道主と戦う前にソコロフを車に連れて行った方がいいわね。そうだな。だがしかし、だがしかし、ちょっと待って、調べよう、何かがあるはず。え、これいけ。ちょっと待て、ちょっと待て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 、あ、そういうこと。よし、とりあえずアントンを運ぼう。アントンを運んでから考えよう。よし、戦闘はできないがファーリーチが使えるから、いざとなったらファーリーチで逃げよう。で、ここを押して、でレイアウトが変わる。で、これはここを押したら開くかな。 OK だ。車両へ。うっと、誰かいるの？確かめるか。あれは何だったんだ？なんだ？ちょっと待て。奴を逃がすな。お、これは。そこを動くな。よいしょ。よし。結構強硬策だが、まあいいだろう。息遣いが荒いようだが、どれだけ頑張るつもりだ。何がそこまでさせるんだ。あ、そうだ、ここリバイア2使えば。ツールを使う。よし、これで大丈夫なはず。脱出しよう。もうあらかた倒したはずだから多分大丈夫。グレネード最強説。脱出脱出。よし、さあセーブが入りました。そうですね、アントン助けて、キリン人ロッシュ、まあ、とりあえずね、アントも救出できたので、あとは人道主をどうやって排除するかだけなので、
ちょっとね、今回は、アントン助けたところでキリがいいと思いますんで、終わりにしようかなと思います。いやー、厳しいね。グレネード2発まともに当てて倒せるってことは、ただね、多分、後ろの多分なんかね、なんだろう、タンクみたいなやつが背中にあるんですけど、それをね、破壊できれば結構脆いので、うまく戦っていければいいんじゃないのか？ただ、グレネードは気候兵には結構最適だね。よし、とりあえずアントンは大丈夫ね。次は人道主よ。よし。OK。アントン・ソコロフへ、ボートへ戻る。セーブが入った。ミーガン発作。そしてあとは人道主を排除するだけということですね。じゃあセーブも入ったのでちょうどいいので、今回はここまでにしたいと思います。次回は人道主を、倒していきたいなと思いますので、楽しみにしておいてください。次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。